日本語能力試験、懲戒 N2、1回目。これから懲戒試験を始めます。メモを取っても構いません。問題用紙を開けてください。問題用紙のページがないときは手を挙げてください。問題がよく見えないときも手を挙げてください。いつでもいいです。 問題,1問題1では、まず質問を聞いてください。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から、正しい答えを一つ選んでください。1番。1> 男の人と女の人が電話で話しています。 女の人は、これから何をしなければなりませんかはい、東京工業です。あ、佐藤君。今タクシーで研修センターに向かってるんだけど、例の書類できたかなはい、研修センターの会議室に届ければよろしいでしょうかいや、会議は2時からだから、その前に内容をチェックしたいんだ。センターの隣に、 静かな喫茶店があっただろうあそこに持ってきてくれないかなはいわかりましたラセぬですねそうそうそこにいるからそれと書類なんだけど二部用意してくれるかなはいもう用意してありますそうかさすがだなじゃあよろしく頼むね女の人はこれから何をしなければなりませんか 2番 2> 5番女の人と男の人が話しています男の人はまずどこへ行かなければなりませんかあなたちょっと悪いけどスーパーに行ってきてうんいいよえっとこれが買い物のリスト それから、スーパーの中のクリーニング屋にこのワイシャツ出してきて。あ、このワイシャツ、明日着たいんだけど、間に合うかな ?11 時までに持っていけば、ちょっと料金は高くなるけど、夕方にはできるわよ。今10時だから、時間は十分間に合うね。じゃあ、行ってくるよ。あ、待って。今、財布に全然お金がないの。だから先に、 銀行に寄ってお金5万円下ろしてからスーパーに行って。あと帰りでいいからちょっと遠いんだけど郵便局行ってこのはがきお願いします。ええー、すごいいっぱい用事があるんだな男の人はまずどこへ行かなければなりませんか 3番男の人と女の人が話しています女の人はこれから何をしますか山口さんちょっと大急ぎで見積書を一つ作ってほしいんだけどはいでも私今からちょっと郵便局に行かないといけないんですがそれと今日は伊藤障子の報告書も急ぐんですけど報告書はいつまでに出すの 明日のお昼です。見積書は今日の5時までに出さないといけないんだよな。ごめん。こっち先にやってよ。郵便局には他の人に行ってもらうようにするから。わかりました。じゃあ、報告書はあと2、30分で一段落しますから、それからかかるようにします。ただ、ちょっと銀行にも私行かないといけないので、それからでもよろしいですかうん。とにかく5時までにできればいいから。 女の人は、この後、最初に何をしますか四番クレジットカード会社の電話案内です。クレジットカードが あと、いくらまで使えるかを知りたいときは何番を押せばいいですかお電話ありがとうございます。ABC カードお客様センターです。音声案内に従って電話機を操作してください。解約・紛失・盗難は1を暗証番号の変更・紹介は2を。 分割払い、お支払いのご相談は3を。次回お支払いの金額、ご利用可能額は4を。その他のお問い合わせで、オペレーターとお話になりたい場合は5を。もう一度お聞きになる場合は8をご入力ください。クレジットカードが あといくらまで使えるかを知りたいときは何番を押せばいいですか ?5 番先生と学生が大学のキャンパスで話しています学生はこれから何をしますか ああ工藤くん来月から始まる公開講座のことなんだけどねどう手伝ってくれる学生集めてくれたかなまだ友達に声かけたくらいで募集は始めていませんがそろそろ始めないとねチラシを作って配ったり資料を作ったり会場のセッティングもあるから結構人手がいると思うよはい明日からすぐ始めますあのチラシの方は原稿ができていますので 先生にも見ていただきたいんですがああそうじゃああとで研究室に持ってきてはいパソコンに入っていますのでプリントアウトしてすぐお持ちしますうんじゃああとでボランティアの学生を集める方もよろしく頼むねはいわかりました学生はこの後何をしますか 問題2問題2ではまず質問を聞いてください。その後問題用紙の選択肢を読んでください。読む時間があります。それから話を聞いて問題用紙の1から4の中から正しい答えを1つ選んでください。 一番男の人と女の人が話しています。女の人はどうして喜んでいますか 嬉しそうだね。なんか、いいことあったんだ。え、わかる宝くじに当たったんだ。何言ってんのそんなわけないでしょじゃあどうしたのお金を拾ったとか、親戚のおじさんにお小遣いもらったとか。なんでそんなお金のことばっかり言うのよ。じゃああれか。恋人ができた。違うわよ。あのね、インターネットで本の注文をしたの。 そうしたら、ポイントが溜まってて、一冊の値段で三冊も注文できたのよ。それでなんか得した気分なの。ほら、やっぱりお金が関係してたじゃないか。女の人は、どうして喜んでいますか 2番 2> お母さんと男の子が話しています。男の子はどうしてご飯を食べたくないのですか あれどうしてご飯食べないの先生に怒られたのそれとも、どっか具合でも悪いのそんなんじゃないよ。熱もないし、どこも悪くないから心配しないでよ。ただ。ただ、どうしたの今日学校でね、友達から交通事故で死んだ人の話聞いたんだ。あら。 友達は現場を見たんだって。それで僕も気持ち悪くなっちゃって。そうだったの。男の子はどうしてご飯を食べたくないのですか 3番女の人が日本人の好きな食べ物について話しています。女の人は日本全体では何が一番だったと言っていますか これは日本人の好きな食べ物について調べた結果です。肉と野菜と魚の3つのうち、どれが一番好きですかという質問に3つのうちから1つだけ選んで答えてもらうという調査だったんですが、まず地域別で見ますと、肉が好きな人が40%に達するところ、魚が好きな人が 40%に達するところというふうに地域によって好みが分かれましたが、日本全体では魚と野菜がそれぞれ30%台で、意外だったのは野菜が2位だったこと、そして肉が好きな人は28%にとどまったことでした。女の人は 日本全体では何が一番だったと言っていますか四番空港のアナウンスです小川真由美さんは 今、どこにいますか おお客様のお呼び出ししを申し上げます。芦穴航空103便にてソウルへご出発のキム・サンユン様芦穴航空103便にてソウルへご出発のキム・サンユン様いらっしゃいましたら3階出発ロビーの案内カウンターまでお越しくださいませお連れ様の小川真由美様がお待ちです引き続き続 おお客様のお呼び出ししを申し上げますマレーシア航空305便にてクアラルンプールへご出発の大野美紀様マレーシア航空305便にてクアラルンプールへご出発の大野美紀様残骸出発ロビー C カウンターの21番までお越しくださいませ。 小川真由美さんは、今どこにいますか五番会社で女の人と男の人が話しています。 男の人はどうして部長に怒られましたか 昨日部長に怒られちゃったよえー、あの優しい部長が怒るなんて珍しいわね大事な書類の入ったカバンを電車の中に忘れちゃってね見つからなかったの駅の人にいろいろ調べてもらったんだけど結局見つからなくて書類をなくしたんじゃ怒られても仕方ないわねいや部長が怒ったのは そのことじゃないんだ。そういうミスは誰にでもあることだからって。どういうことどうしてすぐに会社に連絡しなかったんだって。僕は見つかるかもしれないと思って後回しにしちゃったんだ。そう。それはまずかったわね。男の人はどうして部長に 怒られましたか6番学校で先生がインフルエンザの予防について話しています。先生が 特に大事だと言っているのは何ですか 今流行っている新型のインフルエンザですが、学校全体がお休みになったところも出ていますので、皆さんもバスや電車に乗って出かけるときは注意してください。もうみんなわかっていると思いますが、出かけるときはマスクをしたり、外から帰ったらよくうがいをすること。で、それも大事ですが、特に気をつけてほしいのは手です。手はいろいろなところを触りますし、 手についたウイルスはなかなか死なないそうです。ですから、うちに帰ったら手をよく洗って、できるだけ薬で消毒してください。出かけるときに手袋をしていても同じです。うちに帰って手袋を取って、その手袋に触ってしまえば同じことですから。先生が特に大事だと言っているのは何ですか 問題,問題3では問題用紙に何も印刷されていませんまず話を聞いてくださいそれから質問と選択肢を聞いて1から4の中から正しい答えを1つ選んでください一番 男の人が電気自動車についいてて話していますガソリンで走る自動車がガソリンを入れなければならないように電電電気自動車は電池がなくなななくれれば充電しなければ充しけりませんこれまではその充電に時間がかかるのが欠点だったわけですが今年に入って政府と自動車メーカーは電気自動車に積んである電池そのものを交換する仕組みの開発に乗り出しました。 これは電池がなくなってきたらガソリンスタンドの代わりに電池スタンドへ行って新しい電池と交換するというシステムでこれだと充電に時間はかかりませんから電気自動車が一層便利になると期待されています男の人は電気自動車の何について話していますか 1, 1新しい電池 2, 2新しい充電システム3電池を充電する場所4電池を充電する時間 2番女の人がお掃除用のロボットについて話していますこの丸くて薄い円盤のようなものがお掃除用のロボットなんですが床の上に置いてスイッチを入れるだけで自分で動いて床の上のゴミをきれいに吸い取ってくれますとは言ってもやはり壁際や部屋の隅の部分はどうしてもゴミが残ってしまいます 大きなゴミや核があると動けなくなるので、最初に人が片付けなければならないのもちょっと面倒です。また、決して静かでもありません。それでこのお値段ですから、これはまだまだ改良の余地があるんじゃないでしょうか。女の人は何について話していますか1 お掃除ロボットの長所 2, 2お掃除ロボットの短所3お掃除ロボットの値段4お掃除ロボットの使い方 女の人が講演会で話しています朝食を食べる子供が年々減っていますがこれが学力にも影響するという調査結果がこの度明らかになりました朝食をきちんと毎朝食べる子は食べない子に比べ学力テストの平均点が5点高いことが分かりました また、睡眠時間と学力の関係も調べたところ、毎日8時間以上寝ること、6時間以下の子では、長い子の方が平均点が10点高いことが分かりました。夜遅くまで勉強している子の方が学力が高いように思いますが、必ずしもそうとは言えないようです。 学力が高い子供はどうだと言っていますか 1, ?1 朝食を毎朝食べて睡眠時間も長い 2, 2朝食を毎朝食べて睡眠時間は短い3朝食を毎朝食べず 睡眠時間は長い。4「朝食を毎朝食べず睡眠時間も短い」4番「スポーツ選手が マラソンについて話していますマラソンは走った経験がない人が見ると長い距離を2時間も3時間もかけてただ走るだけの競技に見えるかもしれませんが僕は2時間のドラマだと考えています選手は最初から最後までそのドラマの主役になれるそれが最大の魅力ですねもう選手みんなが主役ですからその心理的な戦いが色い々ろいろあるんです 集団のどの位置で走るか、どこでスピードを上げるかなど非常に難しい。難しいだけに成功するとたまらないんです男の人は何について話していますか ?1 マラソンの難しさ2 マラソンの面白さ3マラソンの大変さ4マラソンの大切さ五番 男の人が話しています。皆さんの中には、子供がペットを飼うことにはあまり賛成できないという方がいらっしゃると思います。相手は生き物ですから、ちゃんと世話をしないと死んでしまいます。だからダメだというのもわかります。しかし、私は同じ理由から、ぜひ子供たちに生き物を飼って育ててほしいと思うのです。 世話が大変だからと言って、怠けていたら、ペットは病気になったり、死んでしまったりします。上手に育てても、年を取れば死んでしまいます。そして、死んでしまったものは、もう戻ってはきません。ペットを通して、そういう命というものについて学ぶことは、とても大切なことだと、私は思うのです。 男の人は子供がペットを飼うことについてどう考えていますか 1, ?1 どちらかといえば賛成だ <S 2, 2 <S どちらかといえば反対だ3積極的に反対だ4 積極的に賛成だ問題,4問題4では問題用紙に何も印刷されていません。まず文を聞いてください。 それから、それに対する返事を聞いて1から3の中から正しい答えを1つ選んでください1番さあ冷めないうちにどうぞ1はいごちそうさまでした2 はいいただきます3じゃあちょっとお邪魔します 2>, 2番明日はアルバイトに来られないの 1> 1 はい、アルバイトをすることにしました。2>, 2、明日から始めさせてください。3、はい、明日は休ませてください。 3番すみませんが、この本、プレゼント用に包んでもらえますか ?1 わー、ありがとうございます。2, 2はい、結構です。3, 3はい、かしこまりました。 4番試験どうだったあの先生の試験は結構難しいって聞いてるけど 1, 1先生も聞いてたよ2そんなわけにはいかないよ3そうでもなかったよ 5番台風が来るって言うから飛行機で行くのはやめたら 1> 1そうだねそんなはずはないよね。2大丈夫心配しなくても3。やっぱり飛行機は便利だね。 6番ボランティアを募集してるんだけど、なかなか人が集まらなくて。1私でよかったらお手伝いしましょうか ?2, 2それは残念でしたね。3, 3皆さんによろしくお伝えください。 7番こんな企画書じゃダメだって言われちゃったよ。自分ではうまく書いたつもりだったのに。1早く元気になってください。2, 2元気出しなさいよ。3, 3本当につまらなかったですね。 8番、あのチームには今度こそ勝ってほしいですよね。1>, 1、なかなか変えませんからね。2、2> いつも勝ってばかりですからね。3、いつも負けてばかりですからね。 9番私たち明日から海外出張ね。通訳の方よろしくお願いね。1>, 1、うまくいってよかったですね。2、気をつけて行ってきます。3、頑張ってやってみます。 10番「今度事務所が移転することお話ししましたっけ? 1> 1」「1はい伺いました」「2」「じゃあ一度お伺いします」「3」「どうぞお話しください」 11番あれ旅行に行くって言ってたのに、行かなかったの 1, 1行ったつもりで貯金することにしたの 2, 2行かなくても構いませんよ3どうしても行くしかなかったんです 問題5問題5では長めの話を聞きます。この問題には練習はありません。1番 1> 問題用紙に何も印刷されていません。まず話を聞いてください。それから質問と選択肢を聞いて1から 4の中から正しい答えを一つ選んでください家族3人がメタボについて話していますお父さんメタボって何メタボっていうのはメタボリックシンドロームのことだけどよくそんな言葉知ってるねりえちゃんメタボっていうのはねおへその周りが 男性なら85センチ、女性なら90センチ以上がメタボの基準でね。お父さんもそろそろ危ないのよ。気をつけてくださいね、あなた。カロリーの取りすぎとか、不規則な食生活をしているとか、運動不足の人がメタボになりやすいんですからね。それから、お酒やタバコもよくないんですよ。あなた、 全部当てはまりそうだわ。おいおい、そんなことないよ。酒もタバコも前よりはずっと減らしてるし、それに会社じゃパソコンの前に座りっぱなしなのわかってるから、この頃は少しでも歩くようにしてるし。でも、この頃残業が多くて、晩ご飯は不規則だし、食べて帰ってきた時だってラーメンと餃子ばっかりだったじゃない。そうか。 そそれはそうだだでしょ気をつけてくださいねうん分かったお父さん私おへそのまわりはかってあげるお母さん私メジャーとってくるねお父さんがこれから気をつけようと思ったことはどれですか1 へそわりのサイズ 2, 2お酒とたばこ3食生活4運動不足 2>, 2番まず 話を聞いてください。それから2つの質問を聞いて、それぞれ問題用紙の1から4の中から正しい答えを1つ選んでください。女の人がレストランでメニューの説明をしています。今月のコース料理は4種類ございまして、A と B がシーフード、C と D が肉料理となっております。 A コースはヒラメのお料理。B コースはエビのお料理となっておりまして、こちらは本日のおすすめメニューでございます。C コースは当店自慢の牛肉の赤ワイン煮。D コースは若鳥の照り焼きで若い女性のお客様に人気がございます。では、お決まりになりましたらお呼びくださいませ。僕は今日は魚にしようかな。 じゃあ、A コースね。私はお肉の方がいいな。あ、いや、やっぱりこっちにする。今日のおすすめ。うん、これに決めた。君は女性に人気のコースがあったよね。それにしようかとも思ったけど、今日はあなたのおごりだし、このお店の自慢料理にするわ。ええー、一番高いやつだよ、それ。はいはい、わかりました。じゃあ、注文するね。 質問1この男の人はどのコースを注文しますか質問2。 この女の人はどのコースを注文しますか